こんばんは、コーナーはじめ。両陛下に並ぶ歌風ハタシャワーをただのハゲッチーこたつ猫大阪ひろし、なお、メル、ナス、アライッペ、平野先生、明日は仕事、湯豆腐、マーヤ、ウカレポンチ、ナカリちゃん、ジャンマッサー、コットン、呼んで呼んでコーナー始め、キラファ、パルク、リュウノス、ノロちゃん、タクミン、首席台湾、タクイと、ヒロ、ラズオジ、シゲラットマグ、フピオシ、サドナミ、ウィリアムズ、つづぽん、こんばんは。広島県出身21歳のふゆぴこと藤本ふゆかです。10:40までやります。 Wi-Fi はまだ直っていません。何の連絡も来てないです。早くしてほしいところです。はい、明日は大阪で握手会があります。明日は、お昼前、お昼ぐらいにショールームの配信をするのでぜひ来てください。はい、今日はですね、たくさんのお知らせがあってですね、そうなんですよ、今日はたくさんのお知らせがあって、まず今日解禁が今日だとどうあれなんですけど、9月9日ククの日に GRTV という番組、ショールームみたいな、こうネット配信みたいな感じの番組なんですけど、それにきみちゃんと2人でゲスト出演しているので、今 YouTube に告知動画だけ上がっているので、ぜひそれもたくさん見ていただいて、動画とかにも良ければたくさん再生していただいて、あと Twitter とかも公式さんの Twitter でなんか広告宣伝されているので、よかったらリツイートとかしてたくさんの方に見てもらいたいので、広めてもらえたら嬉しいなって思います。そう、北川亮平さんと斉藤真希子さんと私とキミちゃんでがゲストで、北川亮平さんとあと斉藤真希子さんが MC で、ゲストで私とキミちゃんが出ました。そうなんですよ、それの放送が9月9日にあります。そう、今は告知の動画だけ出てるので、よければぜひ見てください。本当にお二人とも優しくしていただいて、楽しくできたので、たくさんの方に見ていただきたいなって思います。はい、 CRTV って YouTube で多分打ったら多分最初らへんに出てくるかなって思います。告知動画だけが2分ぐらい撮ったのかな、告知の動画があるので、それを見てほしいです。まずめちゃくちゃ可愛いです。リョーハーさんはもう卒業発表をしてしまっているので、私とキミちゃんが最初で最後の9期生と関わるこのゲストの回だったらしくて、本当に嬉しかったです。はい、でした。そう、ツイッターとかにもあるので、本当にたくさんの方に見ていただきたいので、広めてくれたら嬉しいなって思います。よろしくお願いします。あと、その同じ日に、今日ね、ちょっと今日の明日よろしくっていう48グループのショールームを見ていただいた方は分かると思うんですけど、今日の担当はね、9期研究生の竹内奈々美ちゃん、内案だったんですけど、内案から電話かかってきて、そう、私が明日よろしく、明日よろしくっていう意味なんですけど、今日は金曜日なので飛んで、来週の月曜日同じ日、その TRTV のと同じ日、9月9日に明日よろしくのショールームもやります。はい、私は初めてですね、いつ今までショールーム
自分のこの今やってるアカウント以外では、SK48 の坂井ちんちこちんとちんだけなので、そうですね、なので2回目ですね、こういう自分の個人の配信じゃないっていうのは。そうです、何時からとか決まってないのかな、本当にね、本当に全然あれなんだよ。そう、あれです、家からはやんないかなになるのかな、ちょっと多分ルールとかもあると思うんで、もうちょっとちゃんと聞いてやりたいと思います。はい、いつも来てくださる方はもちろん48グループの番組なので、自分で決めるんだ、それ初めて知った。じゃあお昼とかなんとかからでもいいのかな。ちょっと聞いときますね、本当に。そう、48グループなので、いつもね見たことない人とかも見に来てくださるチャンスだと思うので、ぜひぜひそちらも広めてほしいなと思います。はいはい、そしてあ、そうだ、そしてですね、明日土曜日はゼロポジションがあります。後藤ララさんの卒業企画の1週目かなです。その時も私に出てるので、そう、それも見てほしいです。明日です、それは明日です。そう、どんな感じで私が出ているのか乞うご期待です。藤本の今日の眉毛いいよ、ほんと今日川島になんかいつもと眉毛変えたって言われたけど変えてないかな。そうです。そして明日は大阪で握手会があります。前の大阪の握手会の時は帰りにたこ焼きをね食べたんですよ。なので今日もじゃない、もう日にちもわかんないし、9月を6月というし、もうなんか似てるじゃん、9と6って。だからもう何月かわからんよね、反対にしたら同じだし。という今意味がわからないことを言っております。明日はどんな格好をしようか全然決めてないくて、ドロロって感じです。ちょっとどうしようかな、今からこの配信が終わったらどんな格好をしようかなと悩みます。ちょっと目疲れて眠いですね、最近ちょっと睡眠時間が圧倒的睡眠不足、ドロロドロロという感じです。はい、気にしないでください、頑張ってる証拠です。はい、明日は寝れる、明日は寝れないですね。まあ忙しいことはいいことです、研究生なので寝る暇はないということで頑張っていきましょう。来週は行きます、ありがとうございます。睡眠時間どれくらい、4時間とかかな、 3.5 とか4とか、調子悪くて爆睡してたけど、ヒュッピーの配信さして目が覚めた、ありがとう。みんなありがとう。藤
フッピーって天然かな。フッピーは天然じゃないよ。早く藤本になりたい。早く藤本になりたい。無理しないでね。無理しないよ。そう、あの今日もメールでまあ送ったんですけど、みんな頑張っているので、あんまりなんか自分で一番分かっているので焦っているのは、だからファンの皆さんはちょっと頑張ってねって言ってくれたら嬉しいなって思います。フィッピーはジブリの世界から出てきた感じがする。本当ですか。フィッピーはメイですか。フィッピーはサツキですか。フィッピーさんはサツキ。いや、メイがいい。いや、サツキがいい。いや、え、何がいいかな。いや、コトトロ。コトトロです。あ、ショートトロ。藤本さんはショートトロです。ふうさんは猫バス。ふうさんは猫バスではありません。ふうっぴはカンタで、ふうっぴはカンタではありません。私はショートトロでいいです。あ、でいいですって言ったらちょっとショートトロに失礼だ。がいいです。ふうさんはお尻かじり虫。ふうさんはお尻かじり虫の女。なんか小学生の頃めちゃくちゃお尻かじり虫大好きで、なんかお尻かじり虫のガチャガチャがあったんですよ、昔広島にね。あ、広島じゃなくてもあるかもしれないけど、なんか全種類コンプリートしたくて、もう何千円も入れてましたね。めっちゃ友達とかとゲームセンター行きまくって全部両替して、全部それお尻かじり虫のガチャガチャに、今あるかな、家にあるかもしれない。お尻かじり虫のね、あのストラップめっちゃ持ってた。何個持ってたかな。いや、本当にめっちゃ持ってた。ぬいぐるみも持ってた。めっちゃお尻かじり虫好きだった。今度広島もし帰れた時探してみるね。もしあったらショールームで出しますね。めっちゃ持ってたんですよ。ああいうなんか気持ち悪いのが本当になんかね、なんだろうね、自分でもわからない、うん、なんでそれを集めようと思ったのかちょっとわからんけど、持ってたね。え、もうあるかな、捨てたかな。ちょっとあったら見せますね。うん。でも最近はね、本当にいつからかな、好きだけどなんか欲しいとは思わなくなった。なんか昔はすごい気持ち悪いな、なんか好きになったけど、なんか最近は本当に大人になったのかな。普通にジブリとかディズニープリンセスとかで、なんかそう。溜まってる握手券、ああ見せます見せます。ちょ、まだね広島に帰れてないのでね、帰れたら見せますね、いつかね、見せる。集めてるものへえ、アイドルのマジシンかな。でも今は集めてないかな。今は何が好きかな。今はもうね、今ちょっとベッドの上にいるんですけど、こう全部ラプンツェル。これはタオルですね。これは枕もラプンツェルだし、そうか、あのベッドシーツもラプンツェル。ディズニー、あ、なんかファンの人からね、この前このジャスミンのやつももらったりとか。めっちゃディズニーですね、お家。
15分経過したかな、どうだろうか、分からん。あ、15分経過しました。ありがとうございます。120日連続配信中ありがとうございます。てっててて、てっててて、お尻かじり虫、お尻かじり虫、かじってかじってかじってな、かじってなんぼの生涯だ、お尻かじり虫やめよあーもう気がなくなっちゃう。はいはいはい、早く早くはい、13番ボブさんありがとうございます。12番ダゾジさんありがとうございます。11番ヒョンさんありがとうございます。10番パルクさんありがとうございます。9番ウィリアムズさんありがとうございます。8番シゲルアットマークエピヨシありがとうございます。7番タクイトありがとうございます。あら、6番ユウキさんありがとうございます。5番ムーさんありがとうございます。ああ変わった、急げ。じゃあ読みます。13番パルクさんありがとうございます。20番ボブフーさんかわいいありがとうございます。11番タクイトーさんありがとうございます。10番ウィリアムズさんありがとうございます。9番ユウキさんありがとうございます。8番韓国ベンキーズンちゃんありがとうございます。7番ムーさんありがとうございます。6番ユナちゃんありがとうございます。5番ユナ先生明日お仕事ありがとうございます。今日の4番はキャントマークヘッペーさんです。クキーありがとうございます。3番ジャンマスターさんありがとうございます。2番サクさんありがとうございます。1番大阪ひろし明日握手行くね、あ、ありがとうございます、待ってます、ありがとうございました。明日は大阪で握手会があります。その後皆さんはゼロポジを見てください。はい、ありがとうございました。毎日楽しかった、もうダメだ、何も話してるかもわからん。毎日楽しい愉快な人間でございます。1829人の方ありがとうございます。ギフトもコメントもありがとうございます。また明日会いましょう。バイバーイ。